みなさんこんにちは、司会者の大沢です。さあ今日はですね、ちょっとドッキリを仕掛けたいなと思いましてですね。ドッキリですか？そうなんです。初めてですよね、ドッキリ。そうなんですよ。もうやってみたかったドッキリなんですけど、今実はちょうど僕の友達がクリーニングに来てるんですよ。でクリーニングに来てるんですけど、ちょっと大きい虫歯があって、そこを削って治療しないといけないんですけど、まあ銀歯にするかセラミックにするか悩んでる時なんですけど。もセラミックって高いですよね。めっちゃ高いんですよ。だから多分しないかもしれないんですけど、そこで僕が勧めるのと美女が勧めるのどっちでやるっていうのかっていうのを検証したいなと思います。うわめっちゃいいっすねそれ。題してセラミック、男性歯科医が勧めるより美人歯科医が勧めた方がやる説どき。やりたかった。しゃ。でもそれでもなかなかの美女がいないと結構きつくないですか？よーいしゃしゃ、よーいしゃしゃ。マジっすか？びっくりするで。では早速呼んでみましょう。では先生よろしくお願いします。こんにちは。国際アンチエイジング学会専門医の谷口先生です。よろしくお願いします。お願いします。めちゃめちゃ美人じゃないですか？でしょ。大丈夫かな私で。大丈夫。大丈夫。美女でしょ。もうビ美女でしょ。見てるよ。すごくない？自信ありますか？いや私、うん、だってちゃんと説明するからね、ちゃんと聞いてもらえると思うし。え、ちょっと待って、それ大沢さんが説明しないみたいな感じだった。いや、俺めっちゃ説明するよ、これ。マジで。ということで、早速検証していきましょう。おいっす、久しぶり。おお、久しぶり。で、さっきレントゲン撮らせてもらったんだけど、はいはいはい、やっぱり、ちょっと虫歯あるんだよね。あ、そう。そう。で、これ虫歯をまあ削らないといけないんだけど、うんうん、保険だと銀歯になっちゃうんだよね。あ、前も言ったかもしれないけど、うん、あの保険だと銀歯になっちゃうから、うん、できればセラミックにした方がいいんじゃないかなと思って。セラミックね、うん、やっぱ結構目立つと思うよ銀歯でしょ。うん、いやーでも銀歯でええよ。ちなみにセラミックっていくらぐらい？セラミックはまあうちで5、6万はする。ああ、まあでもぼちぼちするね。そしたらまあそうだね、パッと出せる金額ではないけど、うん、いやでも銀歯でええわ。そしたら銀歯でいい？ああ、いやセラミックはいいと思うけどね。そうかね。まあ次じゃあ虫歯できたらセラミック。いやでも次銀歯なんだったらもう最初からセラミックの方がいいと思うけどね。あ、そう？じゃあ分かった、もう銀歯にするわ。なんでやねん。まあ銀歯、うん、オッケーは銀歯にするわ。オッケー、じゃあまあ銀歯に行くかほら、うん、オッケー。じゃあさっき治療する前に、うん、口の中をお掃除したいんやけど、はいはいはい、あのちょっと他の患者さん僕いるから。あ、そう。あの今日大診の先生来てくれてて、あ、その先生に見てもらう感じでいい？あ、全然全然全然。クリーニングだけやから、お掃除だけやから、うん、オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっと呼んでくるから、ちょっと待ってて。オッケー。え、ちょ、やっぱりさ、銀歯に、じゃなくてセラミックに。いや、って銀歯もいい、銀歯でいい、絶対セラミックの方がいいよ。銀歯だから目立つよ。いやいやいや、いいよいいよ、いい銀歯でいい、銀歯にしてほしいだもん。硬いでいいし、あ、銀歯まあ、しゃあない。じゃあちょっと呼んでくるわ。いや、やっぱあいつ断るよったな絶対。でもな、よっちゃん行ったらセラミックにすると思う。お、来た来た来た。あ、こんにちは。ちょっと今日大診させていただきます、谷口と申します。入りから、入りから結構見てるから。めっちゃ見てますね。めっちゃ見てる。じゃあちょっと見させていただきますね、はい、失礼します。うん、あ、ちょっと虫歯はね、少し大きいみたいですね。うん、ちょっと歯石もついてるから、やっぱり治療の前にお掃除してった方が良さそうですね。はい、うん、あ、やっぱりちょっとレントゲンの通りでも虫歯は大きい感じですね。こいつやばい、こいつやばいって。はい、あ、これだとやっぱり結構大きい銀歯になっちゃうかな。大沢先生にあのセラミック勧められました？あ、腰入った、腰入った、入ったよ。断られましたね。ああ、そっかそっか。
ちょっとやっぱりかなりこれだと大きい銀歯になっちゃうので。そうですか。うん、やっぱここの歯って結構目立ちやすいところだから、うん、笑った時に銀歯がピカッと光って見えちゃうから、うん、ちょっとね、そうそうそう、見栄えもね、うん、あんまり良くないから。そうそうそう、セラミックの方がいいかなと思うんですよ。セラミックですね。まあ、先生にも結構ね、言われたんですけど、そうですね、はい。うん、ちょっとここ暑いですか？大丈夫です？温度。そうですね、特には、うん、今ちょっとね、最近暑くなってきましたもんね。そうですね、ちょっとやっぱでも暑かったら、これ絶対やるね、温度調整するので絶対セラミックにする。言ってくださいね。はい、わかりました。ちょっと暑いですね。あの銀歯って実は電磁波とかの結構説明聞いてると思ったら見てるね。体の疲労とかそういったものにつながっているので、そうだからもう欧米の方では今もう、ね、銀歯って言えないんですよ。だからよりまあ外出よっちゃんもどんだけ見てるねって思ってるから、絶対めっちゃ見てくるやん。でもセラミックって結構しますよね。そうですね、まあ、大沢先生のとこはね、あのやっぱり5、6万ぐらいでやってくれてるんですけど、まあ、保険に比べたらね、ちょっと金額はしますけどね。高いですね。でもやっぱり笑った時に銀歯がピカッと光る男性よりも、はい、やっぱりあのセラミックで白い歯で綺麗にこう、ね、してる男性の方があの絶対モテると思いますし、私はセラミックの方がいいと思いますけどね。本当ですか？まあ、私はやっぱりセラミックしてる男性の方がまあ好きですけどね。本当ですか？私はセラミックしてる男性の方が好きです。これいくんちゃう？じゃあセラミックしてみようか。言った、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 おい、おい、お前、おい、セラミックするらしいやんけ。なんでやねん、俺が言うたのにダメやったのに。どういうこと？なんかいろいろ必要性をやっぱ聞いて。俺めっちゃ説明したいな。どうしてもやっぱセラミックの方がこう、ね、おい、ちゃうやろ、ちゃうやろ、無理やろ、どうせなあ、無理やろ。正直言って、正直、おう、ね、6万円分見させてもらった、この気づいてました？見てた、見てたの？見てたよ、モニターでずっと見てた。お前のことずっと見てた。ずっと見てました。説明っていうよりもやっぱり谷間で結局セラミックになった。そうですね、もう視覚的効果です。そうっすね、じゃねえ。視覚的視覚的やりやがったよ、本当に。やっぱセラミックってね、重要ですもんね。やかましいわ。やかましいわ。さっきね、散々、いや銀歯でいいわって言ってたのに。ほんまよ。早めに治療しましょうね。はい、お願いします。セラミック。はい、セラミック。一生懸命頑張りますので、セラミック、やりましょう。で、コウスケは大丈夫かな、もう。なんでやん。さんの方で、セラミックの。なんでセラミックで、こっちやるので、銀歯。この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。